はい、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。アールドベストの田村です。今回なんですけど、実際のスクールについてのお話なんですけど、校舎によって練習メニューが変わるのかというご質問を、僕のインスタグラムの DM とか公式アカウントの方にもう本当にたくさんお問い合わせいただいたので、こちらの方について、ご説明させていただきたいなと思います。例えば神奈川支部のお話で言うと、月曜日の横浜校から金曜日磯子校と、今5カ所で活動させていただいてて、校舎によってこの練習メニュー、例えば月曜日はこうやって、火曜日はこういう練習メニューやってっていうのが違うのかっていうと、練習メニューは7割から8割ぐらいは、根本的なもので言うと同じになります。何が違うかっていうと、例えば月曜日の横浜校と火曜日の東神奈川校で言うと、中にいる、お子様のレベルとか雰囲気とか特徴とか、もっと言うとプレーの課題とかっていうのが全然変わると思うので、一人一人の子が、ボールに触る回数とかっていう部分では、そこまで大きく変わりはないんですけど、練習メニューの難易度が少し変わったりとか、高学年が多い校舎とかでは、少し違ったような練習メニューだったりとかするので、基本的に練習メニューは同じなんですけど、雰囲気に合わせた練習メニューっていうのを取り組む時もあります。具体的に何が違うのかっていうと、例えば、インスタグラムの方のアカウントで RWF 陸塾の神奈川支部のアカウントの方でスクール日誌というものを、投稿させていただいてるんですけど、こちらに、毎日のスクールの、詳細とか、様子の方を載せさせていただいてるんで、この撮影時の時点で、一番最新の投稿で言うと瀬谷校の、投稿になるんですけど、6月3日瀬谷校という部分で、文章を読ませていただきます。この日の瀬谷校のレッスンでは、細かくボールを触りながら方向転換、引き足の前にボールを置くことを主なテーマとして取り組みました。ここ1、2ヶ月で瀬谷校の全体的なスピード感や技術的な部分の成長がとにかくすごいです。個々の意識が上がってきているため、ここで雰囲気が仲良し状態にならないように、練習の開始から何度か個々の選手に全体の前に注意させていただきました。本当に伸びているからこそ、この時期をとにかく大切にしてほしいです。こんな感じで、スクールの様子投稿させてもらってるんですけど、例えばこの日の瀬谷校では、本当に細かい練習メニューと細かいボールタッチを、テーマにさせてもらって、この瀬谷校が毎週木曜日の、活動になるんですけど、だいたいドリブル塾に入ってから半年ぐらいでもうぐっと技術的に伸びる子が多くて、瀬谷校の、だいたい開校してから1、2ヶ月ぐらいに、入ってきてくれた子が今すごいぐんと伸びてる時期で、ものすごく全体的にレベルが上がってるんですけど、やっぱりこのレベルが上がってきているからこそ、基礎の部分とか利き足の前にボールをちゃんと置くことっていうのを改めて意識するように取り組んで、もらいました。この仲良し状態にならないようにっていうのは、練習の雰囲気っていうのを大切にしている部分もあって、ここまでものすごく足の速い選手ではないんですけど、すごいボールタッチが、柔らかくなってきている選手もいて、すごいレベルが高くなってきているからこそ、その仲良しの部分を、その練習中の、大事な部分とかで、仲良しっていう部分を悪い方に持ってきてしまうと、普通の雰囲気としても良くなくなってしまうので、その選手たちに、改めて自分と向き合う時間っていうのを、大事にしてほしいっていう部分で、全体の前で注意させてもらったりとかしてるんですけど、このシェア校の子たちっていうのはすごく伸びているからこそ、改めて基礎の部分であったりとか、その練習取り組む姿勢っていうのを、一からまた、改めて、意識してほしいなっていう意味で、校舎によって本当に、先ほど言ったような、雰囲気とか特徴っていうの変わるんですけど、この日の瀬谷校は、こういった雰囲気で取り組んで、いただいております。でこのスクール日誌の、続きで言うと、この日の MVP の、〇〇くん2年生はこの日のゲームで自陣から4、5人抜きはボールを持ったら離さないというようなドリブルを何度も披露して大活躍。彼はもともとスピードがあった選手ですが、通っていただいてから約半年が経過したことでかなり技術も向上し、何よりチャレンジ選手は本当にリスペクト、今後も保護の成長の大きく期待です。こんな感じで、結構雰囲気はね、校舎によって違ったり、中にはものすごく特徴的な子がいる校舎もいるんで、若干
感は変わるんですけど、まあ、根本的な練習メニューとか、まあ、そういうスクールの特徴的なものは、同じなので、お住まいの地域の、まあ、近くの校舎に通っていただければなと思います。中にはチーム練習の、曜日とかに、合わせて通っていただいているお子様とかもいるので、ぜひね、あのスクールのご詳細についても、ドリブル塾の公式アカウントの方に、お問い合わせください。それでは、次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。